ラマーカス・オルドリッジはアメリカ合衆国テキサス州ダラス出身の元、プロバスケットボール選手。NBA のポートランドトレイルブレイザーズ、サンアントニオスパーズなどで活躍した。ポジションはパワーフォワード、センター。高校はシーコービル高校でプレー。 最終学年の2003から04シーズンには28.9得点13.4リバウンドの成績を残し、2004年にマクダナルズ、オールアメリカン、パレード選出のオールアメリカンに選ばれている。学業でも優秀だったオルドリッチは全米優等生協会のメンバーでもあった。カレッジリクルートサイトのライバルズ .com では5つ、星の評価でセンターで4位。 全体で16位の評価を得た。高校卒業後は NBA に入るため大学へ行かないつもりであったが、シャキール・オニールが大学進学を進めたため、テキサス大学オースティン校に進学した。大学では1年目から先発に抜擢されたが、腰の故障を抱えたために出場した試合は15試合に止まった。2年目の05から06シーズンには、チームの主力選手として、 活躍15.0得点9.2リバウンドの成績を残し、カンファレンスのオールファーストチームに選ばれた。NCWA トーナメントではエリート8まで勝ち進んだ。大学では2年間だけプレーし、2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。スタッツ2010年のオルドリッチ2006年の NBA ドラフトでは、シカゴブルーズから全体2い,い指名を受けるが、 直後にタイラス・トーマス、ビクター・カリパヤとのトレードで、ポートランド・トレイル・ブレイザーズに交渉権が譲渡された。2006年7シーズンルーキーイヤーとなった06から07、シーズン序盤は、開幕前に行った肩の手術の影響で出遅れたが、シーズン中盤に、ジョエル・プリジビラが、故障でチームを離れると、オルドリッジは先発センターの座を任され、 9.0得点5.0リバウンドの成績を残し、オールルーキーファーストチームに選出された。しかし、シーズン中にウルフ・パーキンソンホワイト症候群であると診断され、様子を見るために残りの試合は欠場することとなった。チームは大きく負け越したが、ブレイザーズにはシーズン終盤に成長を見せた。 オルドリッジとこのシーズンの新人王を獲得した同期のブランドン・ロイなどチームの将来を担える選手が揃いつつあった。2007-08シーズンブレイザーズは2007年の NBA ドラフトでグレッグ・オデンを全体1位指名するとチームの大黒柱だったザック・ランドルフをトレードで放出するなどチームの若返りを図った。オルドリッジはロイラと共に ブレイザーズ再建の柱として期待されるようになった。07から08シーズンは途中、測定筋膜炎のため12月11日から18日まで出場できなかったが、その後、足のトラブルを抱えながらもチームの期待に応え、ゴール下の重要な得点源として活躍。1試合平均17.8得点、7.6リバウンドの成績を残し、 ミップの投票では3位に入り、チームの成績も向上を見せ始めた。2008-09シーズンこのシーズンは、開幕からの15試合は、ディフェンスのプレッシャーから、思うようにプレーできず、今までで、最悪の集大、と言われた。しかし、次第に、自身のプレーを取り戻していった。シーズンが進むに従い、オフェンスを、ミッドレンジのフェイダウェイショットを頼りに改善させ、 このシーズンは平均18.1得点7.5リバウンドの成績を残した。後半戦終わりの28試合中半分で20得点以上を稼ぎ、初めて1試合を欠場するのみでほぼ全シーズン出場を果たした。2090シーズン2009年10月5年6500万ドルの延長契約を結んだ。この時のブランドンロイの契約は 5年8000万ドルであった。このシーズンは12月初旬にグレック・オーデンがシーズン終了となる怪我で欠場が決定し、より多くのプレイ時間をこなし、前年とほぼ同程度の成績を残した。2090シーズンシーズン中にブランドン・ロイが怪我でチームを離脱をした後も大黒柱として活躍した。2011シーズン2011年2月1日の サイアントニオスパーズをホームに迎えての一戦では、両カンハレンスを通じての最高勝率を誇るチームを相手にキャリアハイとなる40得点を達成した。2011年3月2日には2月の月間最優秀選手に選出された。これはケルビン・ランジーとクライド・ドレックスラーに次いでブレイザーズ史上3人目である。2010から11シーズンのミップアウードでは、ケビン・ラブに次ぐ 第2位の得票で、オール NBA サードチームに選ばれた。2011-12シーズン2011から12シーズン開幕前に、ウルフ・パー・キンソンホワイト症候群再発と診断され、キャンプを休み処置を受けた。ロックアウトで短縮された、このシーズンに、ブランドン・ロイが引退したアナウタ選手らと共に埋め、名実共にエースとしてチームを引っ張り、 昨シーズン候補に上がりながら選出されなかった NBA オールスターゲームにも初めて選出された2013-14シーズン2013から14シーズンはこの年オールスターにも選出された2年目のデーミアン・ディラード攻守にオールラウンドな働きを見せるニコラス・バトムゴール下での守備にロビン・ロペストーとバランスよく役者が揃いチームはシーズン序盤から一時は カンファレンス主要走るなど好調を見せる。中盤以降に勢いは落ちたものの、最終的に54勝28敗という2008から09シーズン以来の成績でプレーオフ進出を果たし、その中において、オルドリッジはフランチャイズプレイヤーとして得点、リバウンドの平均両方でリーグのトップ10名なおねそれのみならずリーダーシップ面においても、 大きな役割を果たし、1999から2000、シーズン以来のプレイオフ1回戦突破が期待された。2013から14プレイオフは1回戦で、西カンファレンス4位のヒューストンロケッツと対戦。ゲーム1では、自身のキャリア配滅、プレイオフにおける、フランチャイズレコードである46得点に加えて18、リバウンドとダブルダブルの大車輪の活躍を果たす。 オーバータイムで、オルドリッジは、ファウルアウトとなるもチームは、ゲーム1に勝利した。ゲーム2でも18フィールドゴールを、成功率64.2%という高確率で、沈めて、フリースローも8本中7本成功。最終的に43得点8リバウンドの大活躍で、チームも2000連勝とした。プレーオフのゲームで連続得点以上を記録するのは、 マイケル・ジョーダン、トレーシー・マグレディに続く3人目であり、プレイオフで45得点以上、40得点以上を連続で記録するのは2007年のコービー・ブライアントに次いで2人目となる。またフランチャイズ史上初めて、プレイオフで40得点以上を複数回記録した選手となった。その後ゲーム6をデイミアン・リラードの劇的なブザービーターで勝利した。 チームは1999から2000シーズン以来のプレーオフ1回戦突破を果たす。オールドリッジのシリーズを通しての1試合平均成績は29.8ポイント、11.2リバウンド、2.7ブロックであった。しかしながら、カンファレンスセミファイナルでは、プレーオフ経験豊富なサンアントニオスパーズの組織的なディフェンスに手を焼き、チームは大差で3連敗。 かろうじて4戦目を取り返してスウィープは、免れたものの5戦目も、最大で28点もの大量リードを許し、最終的に20点差以上での大敗となった。シリーズ終了後、オルドリッジは、スパーズのディフェンスについて、教えてもらいたいぐらい、とコメント。このシリーズにおける、オルドリッジの1試合平均成績は21.8ポイント、10リバウンドであった。 2014-15シーズン2014年11月ファンのサインに応えるオールドリッジ2014年12月9日のデトロイトピストンズ戦で歴代得点でテリーポーターのフランチャイズ記録を超え11333得点を記録したシーズン前半を平均23.2得点10点にリバウンドで終えたあと2015年1月23日に 6から8周の戦線離脱となる、左手親指の人体を損傷した。しかし、わずか2試合の欠場で、1月24日のワシントンウィザーズ戦に出場し、26得点を挙げ、自身の欠場で2連敗中のチームを勝利に導いた。フロントコートのリザーブとして4年連続の NBA、オールスターに、選出の後、アンソニー・デイビスの故障欠場に代わり、 スターターに選ばれた。2015年3月20日、オーランドマジック戦で10リバウンドを記録し、総リバウンド数でフランチャイズ歴代記録を達成した。そのような中で、ウェズリー・マシューズが3月5日のダラス・マーベリックス戦でアキレス腱を断裂する重傷を負い、残りのシーズン全球が決まると、これまで41試合の時点で30勝から11敗と、好調だったチームに、 陰りが見え始め、残り41試合は21勝から20敗と、成績を落として、プレーオフへと進んだ。メンバー不足のブレイザーズは、第5戦で、メンフィスグリーズリーズに敗れ、ファーストラウンド敗退となり、シーズンを終えた。オレドリッジは、キャリア最高の平均23.4得点、リーグ最高の659フィールドゴールを、キメオール NBA セカンドチームに選ばれた。 2015年7月4日、サンアントニオスパーズと4年8000万ドルのマックス契約を結ぶと報じられ、7月9日、契約が締結された。オールドリッチのルーキーシーズン、ポートランドトレイルブレイザーズで共にプレーしたアシスタントコーチのアイミウドカが、スパーズに呼び込む大きな役割を果たしたと言われている。オールドリッチのこれまでの背番号12は、スパーズでは、 ブルース・ボーエンの永久欠番となっていたが、ボーエンの快楽により復活することとなった。2015-16シーズンスパーズでのデビューは10月28日のシーズン開幕戦で、オクラホマシティサンダーとの対戦となった。32分の出場で、11得点、5リバウンドの成績を残したが勝利には繋がらず、112、106で敗れた。2015年11月11日、 移籍後初めてとなるポートランドトレールブレイザーズ戦でブーイングを浴びながらシーズンハイの23得点を記録し勝利した。2016-17シーズン2016年10月25日の開幕戦で26得点14リバウンドを記録し1 2 9九百でゴールデンステートウォリアーズに勝利した。12月25日のシカゴブルーズ戦では シーズン杯となる33得点を記録した。2017年3月9日のオクラホマシティサンダー、戦後に軽度の不正脈が見つかり、過去に同種の心臓疾患を患ったこともあり、精密検査のため、続く2戦を休場したが、3月15日、戦列復帰が発表された。2017から18シーズン2018年2月18日に、 行われる NBA オールスターゲームに出場することが発表された。2018年3月23日に行われたユタジャズ戦でキャリアハイとなる45得点を記録、試合はオーバータイムのスウェスパーズが124から120で勝利した。2018から19シーズン2019年1月10日のホームで迎えたオクラホマシティサンダー戦で キャリアハイとなる56得点を記録し、2OT の末ーチームを勝利に導いた。56得点はフランチャイズで、デビッド・ロビンソンの71得点、ジョージ・ガービンの63得点に次ぐ、歴代3位の記録となった。2021年3月25日に、スパーズと契約のバイアウトに合意し、FA となった。2021年3月28日に、 ブルックリン・ネッツとシーズン終了までのミニマム契約を結んだ。ネッツでは5試合に出場したが、4月15日に命に関わる不正脈を発症したことを明かし、同日限りでの現役引退を発表した。211センチメートルのサイズと機動力を兼ね備えており、ミドルレンジからのジャンプショットやフックシュートなどで器用に得点を重ねることができるバランスの良いビッグマン。 スクリーンプレイも多用し、ピックアンドロールからのアリウープなども得意としている。弱点としては線が細くサイズの割にリバウンド数が少ないことや試合終盤の重要な場面でフリースローを決めきれないことが指摘されていたが、2013から14シーズンでは平均リバウンド数も10を上回るなど改善が見られている。近年は感情が高ぶると、 インサイドを主体に力強く攻めるスタイルになることがある。2013年11月23日の対ゴールデンステートウォリアーズ戦では試合中に小競り合いが起きてチームメイトのモーリス・ウィリアムズが退場を宣告されたがその試合では退場劇後からローポストでボールを果敢に要求し4球だけで15得点9リバウンドを記録した。 重要な局面でチームメイトを鼓舞するなど、リーダーシップの向上も見られる。ありがとうございます。